今それこそファッションの主流って言ったら、まあ、ファストファッションって言われるものになってるじゃないですか、はい、作ったものを次のシーズンの服が売れないっていうんで新品でももうゴミとしてサハラ砂漠とかあとチリとかに大量に投棄されていく。現代人っていうのは今までで一番そういった意味では本当の衣類から遠ざかっている衣類を着るような形になってしまってるのかな。それこそ服ってずっと一日中着てるわけじゃないですか、はい、だから自分の体にとってお家だと思うんですよ、はい、その場の力と自分が相互関係があって気の交流があるわけだから、はい、その服もやっぱり周波数が高くていいものを着ればそれこそ人の価値も上がるだろうし、うん、今わかります。はい日本をかっこよく。はい、よろしくお願いいたします。はい、いただいて、はい、よろしくお願いします。今日はですね、相葉優さんこと野原和也さん、野原美希さんに来ていただいて、私実はこの本日の対談をめちゃくちゃ楽しみにしておりまして、なんでそうなのかっていうとですね、私もともと実は服がすごく大好きでしてですね、体のこともすごく、まあ、個人的に勉強してたんですけれども、服作りとかもですねすごく、まあ、志しておりましてですね、それからするとですね、もう相葉優さんの経歴見るだけでもすげえとなるんですね。はい、まあそこも含めてですね、ちょっと今日はお伝えさせていただきたいなと思ってるんですけれども、相葉優さんはですね、セントマーチンファッションデザイン科というところをね、はい、卒業されていらっしゃるんですよね。そうですね、はい、ロンドン芸術大学のセントラルセントマーチンズという、はい、ファッションの有名な学校ですね。はい、これすごいんですよ、これは。まあ、どれぐらいすごいかというとですね、野原さんの、まあ、和也さんのですね、出られた学科のそこ修了されて、まあ、有名なデザインというのが、それこそディオールのデザイナーのキム・ジョーンズとかです。名だたるデザイナーの人が、まあ、出る学校なんですよ。まあ、言ってしまえば東大理さんみたいなもんなんですよ。はい、で、まあ、そこでですね、イギリスの防具の編集長にですね、その野原さんがされていた、まあ、デザインのその新商社の方でも着られる服のデザインっていうのにすごく注目されて、あ、もうあなたすごい、すごいいいことやってるから、まあ、ぜひ行きなさいっていう形で、今度はニューヨークのパーソンズ芸術大学ですよね、はい、に推薦される。ここもですね、世界三大デザイナーズスクールと言われてるところなんですね。3分の2を抑えられてるんですよ。だからそんなファッションの業界でそんないい人日本人でいないんですよね。だからそれこそですね、Vogueの編集長って言ったら、まあ、映画になってたのはアメリカの編集長ですけど、プラダを着た悪魔っていうのでが、ね、映画になってましたけども、東大理さんに行ってた人が、まあ、そのプラダを着た悪魔に推薦されて、今度は京大の医学部で勉強しなさいみたいな感じなんですよ。めちゃめちゃすごい経歴やんと。そしたら、まあ、その道で行ったらあとはもう決まってますよねみたいな感じというか、もうそこでもうブイブイ言わせまくりじゃないですかというところなんですけれども、その和也さんがそこからどうなられたんでしたっけ。はい、そうですね、はい、僕がそのイギリスに行ったのは、まあ、19歳の頃に投影して、まあ、世界一のところでちょっとファッションを学んでみたいと思って、まあ、英語もわからない状態で投影してると、そこからまあ7年住んでたんですけど、そこでまあ本当に最先端のファッションの大学で、もう本当に世界中から様々なバックグラウンドを持った方たちが、もう僕らのクラスでも20人ぐらいだったんですけど、もう本当に人種は11カ国、12カ国みたいな感じの状況で、まあ本当に共に、制作活動するわけですけど、まあ、そこで僕もそのすごい、彼らの才能だったりとかにすごく、まあ、本当に影響を受けて、やっぱりデザインを本当にこう極めていきたいなということで、まあ、勉強していたんですけども、やっぱりすごくこう、ファッションデザインに関して、まあ、これでいいのかなって思うことがすごく多かったんです。それはやっぱりそのヨーロッパのファッションっていうのは、まあ、本当にファッションっていうのはもともとヨーロッパから来たものなのですごく確立されていて、でそこで特にそのファッションデザインっていうのはそれぞれデザイナーが持っている考え方とか思考とかアイデンティティみたいなものを色や素材や形を通して具現化する。で、それをショーとしてこう発表して、
そこに共感する人たちが服を着ていくことで、ある意味そのデザイナーが持っている、まあこう、例えば女性だったら、ミューズと呼ばれるんですけど、女神。そのデザイナーにとっての女神がいるんですよ。で、その体の形も様々で、キャラクターも様々なんですけど、それをイメージした女性に対して服を作っていくと。で、それは体があって、マネキン、トルソーというものがあって、そこに対して立体的に服を作っていくので、できた服がそのまま、そのまま、体の延長線上というか、理想の体をこう表しているわけですよね。で、それをみんながこう、着ていく、服を着ていくことで自分をそこに近づけていくような、うん、まあ、ものが、まあ、洋服作り、ファッションの世界だと思っていて、ただまあすごくそのデザインの仕方にもたくさんいろんなこう手法というか考え方があって、でもその中でなんかこのデザイナーの人たちは本当にこう人の幸せを願ってこう服を作ってるのだろうかみたいなことをすごく思ったことがあって、とてもクリエイティブなんですけど、刺激的で面白いものも多いんですけど、なんかそこで終わってるんじゃないかみたいなところがすごく学びながらこう違和感を感じていたところでしたね。それで藍染めにはいつ頃出会われたんでしたっけ？それでそうですね、はい、そこは感じていたんですけど、僕はまあその、身体障害を持った方でも健常の方でも着れる服っていうのを卒業制作として発表させていただいて、その時に天然繊維だったりとかそういったものが体にいいということもリサーチの中ではあの発見したので、まあ、泥染めだったりとか柿渋染めで自分でロンドンの方で染めてあのコレクションを発表してたんですね。でその先でそのまあニューヨークの方に行くっていうお話をまあいただいて、あのスポンサーもしていただいて行けるということで、まあ、すごくいいお話だったんですけど、ちょうどその帰ってきたのが2019年で、2020年になって世の中が、ね、やっぱコロナウイルスでこう変わってきたタイミングで、僕はその、まあ、イギリスにいた時にあの僕のクラスの子たちはみんなすごいこう背景バックグラウンドがあって、アイデンティティに対する意識もすごく強いんですよ。やっぱり私はこう黒人の子もそうですし、あの、まあ、LGBTQ とかほとんどもファッションやられてる方ってあのもう本当に そこをそのすごく強めていく。だけどなんか僕日本人としてなんかすごいアイデンティティ薄いなというかなんだろうみたいな、でそれをずっと考えてて、でも僕って日本人だよなって、日本ってなんだろうって思った時に、いや知らないなって思ったんですよ全然。で、あでもこれはちょっとなんか知らないといけないと思って、そこで神社に行くことになって、あの伊勢神宮に行ったんですね。でその時も本当にあのコロナ禍だったので誰もいない伊勢神宮に本当に一人で行くことができて、帰られてすぐにですか？帰って3ヶ月ぐらいしてからですかね、はい、で行って、なんかもう本当にすごい神聖な空気感、もうすごい体で体感して、うん、なんだこれはとなんかこの僕はすごい芸術が好きだったので、あのもうイギリスでも美術館に毎週行って、帰りもアメリカとか中国行き渡りながらあの主要な美術館を行って芸術作品を見てっていうことをずっとやってたんですけど、それ以上にすごいものがここにあるなと、なんかそれは芸術を超えたもう一つのこう続いてきた文化ですよね、何千も何千年も続いてきて、でそしてそこでこうすごくこう、まあ、太陽の光だったりとか、まあ、なんかすご素晴らしいこの心境をこう体感して、そこから僕はちょっとなんか狂ったかのように神社参拝に目覚めてしまって狂ったかのようにどれぐらい行かれたんですか？あのもう1年間で多分300社ぐらい何しとるんだよ、毎日違うところに、あそうです、毎日1日で2個参加みたいな、そんな言ってるかわかんないですけど、めっちゃ極端っすね。そうですね、極端ですね本当に、もうでもでも本当にいろんなところに行って、それこそその時に神社チャンネルを見せていただいて、あこういう参拝の仕方なんだみたいなとか、そういうことを学ばせていただきながら神社参拝していく中で、微生物だったりとか発酵っていうキーワードが自然とこう出てきたんですよね、うん、でそれであなんかそれすごいんだなと思って、自分でいろいろ発酵食品作ってみたりとかしながら、あの藍染めはもともとやっぱり衣服してたので知っていたので、藍染めで学びたいなと思った時に、まあ、藍染めの天然の藍染めでもいろんなこう藍染めの染め液の作り方っていうのがあって、その中でまあ私たちが受け継いでいるのは本立昭和染めというあの伝統の技法で、これは私の師匠の栃木にいる大川浩一先生師匠がもうお亡くなりになられたんですけど、確立されたあの技法でして、まあその方が書いてあるそのブログがあったんですけど、そこで書いてる方とかがすごく本質的なことだったのですごく惹かれて、まあ、そのタイミングで本当はニューヨーク行かなければいけなかったんですけど、まあ、ちょうどオンライン授業になり、コロナの影響でたまたま行けることになったので、あの講習を受けさせていただいて、その技術をまあこう習得させていただいた。でそこでやっぱりその師匠が言われていたことがほとんどその心構えというか、あのことをずっとお話しされるんですよね。技術的なことというよりも、まずはその藍染め
に向き合うその心が大事だよということ そして日本の歴史だったりとかっていうところとつなげてその話していただいて、それが本当に感動して、師匠その時もご病気だったんですけど、まあ、病院から出て本当にその短い時間でその熱く語ってくださったことが僕の心にこう魂に本当に響いて、もう本当に聞いてるだけで涙が出てくるような、あの本当にこう熱いものをいただいてっていうところで、あ、もうこれはもうニューヨーク行ってる場合じゃないとこれをオンライン授業までは出てたんです。オンライン授業まで出てましたけどそこまで第1期までは終了したんですけど、うん、でも違うとやっぱりね、あのその藍染めをやっぱり本当にこう日本の土地でそれ頭で分かるとかじゃなくて、本当に日本のこの風土の中で藍染めというものを本当にこう体現できるような存在になりたいなっていうふうに強く感じて中途退学してしまった。いやすごいですよね。いやだから昨日、まあ、本当にあの結構ちゃんとお話しさせていただくのって、まあ、本当昨日が初めてだったんですけれども、まあ、聞けば聞くほど面白いなと思ってそれこそもうファッションをちょっとでも知ってる人だったら、そのルートからそこみたいな、うん、東大理3出て京大医学部も出て整体師になりますみたいな何のためにみたいな今まで何やったみたいな、ね、風にね、なりますよね。でもでもやっぱりそれをやっぱ聞けば聞くほど、あとその経緯も含めてめちゃくちゃなんかすごく魅力的だなって思いまして、でまあ、当然ねすごくちょっと反対されたというか、まあ、そうですね、大変は大変なんだったんですよね。そうですね、やっぱりあの、うん、まあ、そんなお話いただいても、うん、本当にありがたいことですし、うん、僕はあのその時は、まあ、あの身体障害の方にも着用できるような服を作っていきたい、でもっていうことがあったんで、それはなんか、まあ、その時思ったのはすごく表層的な部分で、うん、もっと奥底にある僕の思いっていうのはやっぱりこういい服っていうものがこう人を救うものだと思って、癒すものだと思っていて、本当に人に役に立つ服が作りたいなっていう思いがあったからこその、その時はまあ健常の方でも障害を持った方でも着れることのできるという服という表現だったんですけど、僕はその藍染めに出会った時に藍染めの持つ癒しの効能であったりとか、そういうものを本当にこう皆さんがその生活に取り入れることで、私が本当にこう目指しているものがこう表現できるなというふうにこう感じたので、まあ、これはやっぱり自分の心の奥底で分かってたんですけど、やっぱりまあその時ねちょうどそういうこうもう進学していたのでなかなか難しいところもあったんですけど、そうですね、決意して進むことになり、その過程で妻との出会いもあり、今は岐阜県の池田町というところで2人で工房を構えて、そうですね、活動させていただいているという経緯になりますね。やっぱりファッションデザインの現場っていうのはそういうのを実現するのはかなり難しいなって思われるような感じだったんですか？うん、そうですね、はい、そのファッションで今サステナビリティとかってすごく言われてるじゃないですか、うん、で僕もやっぱり在学中そこに対しては真剣に考えたんですけど、どう考えてもちょっと難しいんじゃないかと、うん、つまりそのファッションっていうのはやっぱり流行があって移り変わっていくものですよね。だからそれはまあ生まれた瞬間に消費されていって最後にはなくなっていく、そしてまた復活してというこういう20年くらいのサイクルがあって、その中でそのまあ今だと思う服も昔だったらすごい少なかったですけども、山ほどいろんなデザインの服が世の中に溢れてるじゃないですか。だからデザイナーの仕事ってそれをまあ一から服を作るとかっていうよりも、これとこれを混ぜてこういうスタイリングにしてとかって言って再提案するみたいな形が、まあ、その今のデザイナーのこの仕事なんですよね。でそのデザイナーっていうのは服作れない人ほとんどだったんですよ。僕の学校では型紙の作り方も分かんない、縫製もできない、そうだからデザイナーはデザイナー、まあ、分業制なんですよね。その中で末端でじゃあ本当に服作りを工場でしてることのに対して真摯に向き合おうというデザイナーもなかなか少ないんですよね。ただ日本は多分土壌的にそういう作りをものづくりを大事にすると思うので、うん、日本のデザイナーの方は結構そういうものづくり本当にこだわってらっしゃる方多いと思います。ただヨーロッパはやっぱそういうものは結構しっかりとこう分業制になっているので、完全に分業制なんですか？そうですね、なのでなんか僕はやっぱり服をこう手で作ってる時にやっぱり卒業制作でもこれが本当になんかその着る人のためになればいいなと思って作ることが好きでしたし、なんかその温かい気持ちになってこう感情的にもなりながら作ることがなんかこう本当にあなんかやってて嬉しいなと思うんですよ。まあデザインって別に頭で考えて作ることもできるんですよね。だからリサーチをしてこういう形が流行るよねとか言って、でもそれじゃないなっていうことがすごく僕の中にあって、やっぱりその昭和藍染めだったりとか今の僕らの服作りっていうのはそういうこう作る時の
思いをすごく大事にできているので、うん、なんかそこがやっぱりその今のファッションっていうところと違うところでもありますし、うん、まあ、もちろんファッションっていうところもちょっと出てしまっているというか、そう、そうですよね、うん、ちょっともっと大枠な人の幸せって何かとかっていうふうにまあ考えた時に、今そのそれこそまあどっちかっていうともうコレクションブランドとかの服もまあ売れない時代になってきて、今それこそファッションの主流って言ったらまあファストファッションって言われるものになってるじゃないですか。で今それがまあすごい社会問題にもなってますよね。それこそやっぱりそれを作ったものをまあ次のシーズンまで置いとくと、まあ、新品であってもやっぱり次のシーズンの服が売れないっていうんで、新品でももうゴミとして、うんうん、でそれらはそれこそあのサハラ砂漠とかあとチリとかに大量にゴミとして持っていかれて、で、まあ、それらが、まあ、まあ火がついたりすれば大オキシンが出ますし、うん、またもう砂漠なんで、まあ、土に還るということもなく、もうひたすらどんどん大量にゴミとして、うん、まあ、投棄されていくっていう状態プラス、やっぱりそこで働いてる人 の、まあ、先ほどね、あの作り手という話されてましたけども、はい、本当に1日10着作れと、うん、1日10着作るまで帰るなみたいなでも本当にそういう非人道的な、まあ、作り方、それこそもう、まあ、私がまあやっぱりそのネットとかで、まあ、見た話では、うん、それこそもうトイレ行ったり食事する時間も許されてないぐらいのペースで仕事しないといけないっていう状況で、やっぱりあの作らないといけない工場っていうのが数限りなくあって、結局そこでもう本当ほぼ奴隷状態ですよね。だから私自身もやっぱり服にそのすごいまあ興味がある反面、やっぱりそういうニュースに触れると、あ、服の価値って今どん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 安くなってるじゃないですか。手に入りやすいですよね、昔に比べて。でもそれに伴って人の価値も下がってしまってるなっていうのはすごくやっぱ感じてたんですよね。だからすごい今大事なことって、本当にその着る人が、うん、幸せになっていく服っていうのを、うん、まあ、世の中としてやっぱ再認識していかないと、まあ、いけないなっていうのはすごく、まあ、感じるところでして、うん、でなんかもともとやっぱりそれこそうちの師匠なんかも服をまとうっていうのは服をまとうっていう、まあ、それ幸福の服ですね、うん、の、まあ、同じ意味やということを、まあ、結構私なんかも、まあ、伺ってたんですけれども、それにはやっぱりその繊維を織るとか糸を寄っていく、うん、紡ぐですよね、糸を紡ぐっていうことも、それは思いを紡ぐっていうような言葉にもなるじゃないですか。だから本来繊維っていうのはすごく人の、まあ、想念とか、まあ、思いとかっていうのがやっぱ入っていくもの、うん、だから本来はそれらに、まあ、良い思いが入ってほしいわけですよね、うん、けども今世の中的にはもうそういうことがやっぱりもう実現全然されない世の中になっていくっていう中で、あやゆうさんがされている活動っていうのが、まあ、めちゃくちゃすごい大事というか、まあ、そういうところにやっぱり目覚められて、すごいファッションデザインの最先端から、まあ、今されていることっていうのが、なんかお話を聞いていても、まあ、すごいことされてるなっていうことだったんですよね。ちなみに藍染めってされていく中で、まあ、藍染めにしようっていくのがで、ね、ご自身の中できっかけになったというか決め手になったのっていうのは何ですか？藍染めをする決め手ですね、はい、師匠じゃないですかね。あ、師匠師匠の言葉と会った時にそのお話を聞いて、もう胸が熱くなったとしか、うん、もうなんか理由がないというか、はいはい、うん、でもなんか、まあ、藍染めも本当にいろんなこう、あの同じ、僕らは天然の染料のすくもというものを使って、まあ、藍染めをしているんですけども、まあ、同じ染料を使っても立て方、作り方だったりとか、あとは手入れの仕方、まあ、もっと言えばまあ向き合い方ですよねっていうのはやっぱり染め師さんによって異なるので、うん、僕はその本立昭和藍染めに対してこう向き合っている師匠のこの向き合い方っていうのがすごくこうこの生き物を大切にしたというか、本質的な向き合い方だなとすごく思ったんですね、うん、でそれは僕らはその例えば、この液はですねアルカリ性が強くて
ていうふうに普通に藍染めの説明をされると、これは pH はどのくらいですとか pH どのくらいですってことは言うんですけど、科学的に、そうですね、科学的にこの染め液を見て理解して、はい、そしてこれは pH こうだから、まあ、このくらいだと微生物生きる生活できるよねとか、もっと科学立てという科学的なものを使えばもっと、そうですね、その知性を持ってこれを理解しようとする、うん、でそれをじゃあこれで代用できるよねとかって言って違うものを使っていって生まれたのが 今のデニムとか染められている化学立てというものになるんですよね。でそれは科学的に見れば同じものなのかもしれないけど、うん、でもやっぱり人間もそうだと思いますけど、うん、人間の体切り刻んでもその本質って見えてこないじゃないですか、はい、うん、やっぱりそこには本当に命があって、うん、魂が宿っているからこそその肉体に意味があるわけで、うん、やっぱりこの藍染めもそうやって分解して分かろうとするのではなくて、やっぱり本当にこう馴染むということが、まあ、日本の本当に文化って馴染む文化だなと思っていて、古神道でその大自然には寄り添い水に馴染むっていう言葉がすごく僕もしっくりくるんですけど、やっぱりこの微生物と触れ合っていく中で頭で分かろうとするのではなく、一体となるような馴染んでいくような感覚で接するとなんとなく分かってるような分からないようなみたいな、でもなんか染めることできたよねみたいな、そのくらいでが本当になんかこう本質的なこう向き合いな方なのかなっていうのを、まあ、なんかこう師匠のお話を聞いて、その時はそこまでは分からなかったんですけど、はい、やっぱりすごく深いんだろうな、これ面白いんだろうなっていうことをすごく感じましたね。実は今着させていただいているのがですね、以前からお願いしていて、で、まあ、今回のその対談の時にちょっとぜひ着させてもらいたいんでっていう形で持ってきていただいたものなんですけど、今着させていただいてるんですが、めちゃくちゃ気持ちよくて先ほどまでね、私別の服着てたんですよ。ちょっとお食事をご一緒させていただいて、その後に着替えたらめっちゃ眠くなってしまって若干やばいなと思ってそれこそ着るものってここまでやっぱり影響するよなってやっぱ改めて感じましたね。あれ1時間ぐらいでこの、うん、でそれこそその、まあ、デニムとしてその青く染まってる、まあもちろん、ね、ジーンズとか全然履いたことあるじゃないですか当たり前にっていうのと、やっぱ明らかに違うのはすごくそれこそ体に馴染むっておっしゃってましたけど、めちゃくちゃ体に馴染むんですよ。だからなんかそれこそ、まあ、最近だと急に私たちの住んでいる葛葉も湿度が上がり急に暑くなってきたんで、もう何が嫌かっていうとですね、すぐなんか服が、まあ、ベトベトするというか、気持ち悪いんですよね。別に天然繊維であっても気持ち悪いんですが、なんかねこれを着てからちょっとかいた汗ですら心地いいみたいないや本当そうなんです、本当そうなんです。うん、今 IYU さんがされている服作りっていうのは、そう今ファストファッションと、まあ、真逆というか、うん、本来、まあ、人の着る服っていうのはそこに良い思い、もっと言うと祈りとか、うん、そういう微生物の息遣いとか、まあ、そういったものが、まあ、込められたものを着用するっていうのがおそらく200年ぐらい前までは全世界的に普通だったんだと思うんですよ。服って数百年前までは誰かでその何着も持てるものではないじゃないですか。でもやっぱり大切な人にはこういうものを着てほしいみたいな風な、例えば思いを込めて刺繍をしたりとか、手仕事で、まあ、編んだり織ったり縫ったりしたものを、まあ、場合によっては代々引き継いだりとか、そうやって多分どの国の人も衣類ってそういったものを着用してたと思うんですけども、現代人っていうのは今までで一番そういった意味では本当の衣類から遠ざかっている衣類を、まあ、着るような形になってしまっているのかなと。だからその青柳さんが作られている服っていうのは今私も着用してみて改めて思ったんですけど、まあ、衣類っていう目線で見た時に、ね、遠目から見たら他の衣類とそんなにこう区別が明らかに他の服とは違うみたいなものではないかもしれませんね。その普通の人の形に合わせて作られているものですから。でもその中身というか本質っていうのがやっぱり全然違ったもの、としてやっぱり受け止めて、でやっぱりそういう服が世の中的には、まあ、もっと広まっていかないといけないなっていうのはすごく思いましたね。
だから繊維とかっていうものがそれこそもう想念とかを非常にその中に留めるものであるならば、うん、人ってどん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 心が蝕まれていってる時代ですから、できるだけそれが良い想念で思いを持って作られたものを着るか着ないかで全然人生変わってしまうなっていうのは、袖を通させていただいて改めて思いました。はい、そうですね。でもその本当に作り手の思いっていうのはすごく僕も大事だと、本当に大事だなと思っていて、まあそれは別にあの衣服作りだけじゃなくても本当にご飯とかでもそうだと思うんですけど、はい、僕もだから昔のその衣類とかを見て、やっぱりいろんな各国の民族が手刺繍で作って藍染めをしてとか、その地方の染めで作ったものとかって本当にこうすごい祈りが込められてるんですよね。それは大自然に対しての畏敬の念もあるだろうし、感謝を表したりとか、子供たちの安寧を願ってお母さんが着物の後ろにこう背守りを縫うとか、なんかそういう文化って当たり前だったと思うんですよね、はい、だからそれを見た時に僕はデザイナーとしてこの服には勝てんなって思ったんですよね、セントマーチンの時に。でもそれもだからご飯もその僕はすごいユニアさんにその初めて3年前ユニアマートさんとあのお食事ユニアですね行かせていただいた時に、本当にそのプロの方たちが作られてるんですけど、本当に家庭のお母さんが子供に作るような愛を込めて作られてるなっていうところがすごく感動を受けて、あ、なんかこういうことプロとしてもできるんだなみたいな。でそれはなんか本当に極論その技術がどうとかあのっていうことを超えたところ、超えた次元で本当にこう祈りを込めて作れば、作られたものが本当にその食べた人とか来た人に対していい影響を与えるっていうのは、まあこれは当たり前のことなんだろうなみたいなことを感じてですね、私もそういう服がやっぱり作っていきたいなっていうのはすごく思っていて、やっぱり藍染め自体も本当に祈りなくしてこうできるものじゃないなっていうのはすごく日々日々感じていて、去年の年末とかもすごく藍が発酵が全然進まなかった時があって、うん、何をしても全然こう染まらないんですよ。染まらないというか色が出てこないんですよね。何をしても染まらない。そういう状況があるんですね。あるんですよ。あのまあこういう基本的にこういうふうに間手をしていこうっていう、うん、まあ、イメージはあるんですけど、でも本当に手を尽くしてもなかなか色が出なかったりとかしていて、うん、でもその時に僕らもだからその pH 測ったりとかそういう科学的に理解しようとしないので、うん、なんかこう感じようとしてるんだけどなんか感じれないし、うん、でもそういう不安な時って人間頭が働くんですよね、はい、だからそれで理解しようってするんですよ。だけどそこで思ったのがもうあこれ分かんないわと思ってでもなんか分からないってことを分かるってことすごい大事だなと思って、うん、無知の知に気づくっていうことですよね。だから僕らは人間のことを先ほどもねそうですけど切り刻んだとって人間の本質は分からないし、それは藍染めだって一緒だと思うんですよね。っていうことに気づいて、じゃあ分からないからこそ一つ一つの工程ですよねとかに本当に祈りを込めて丁寧に心を込めてやることしか僕らはできないし、それを尽くした時に発行してくれるのかくれないのか、まあそれは愛の神様のまあお任せするしかお任せするしかないなと思って間手をしたら、今すごくみんなよく発行してくれて染めれるようになって、僕らもそれがなんかこう身に染みてきたというか、はい、馴染んできたというか、こう祈らなきゃ祈らなきゃというところから祈りが当たり前というところに、なんかこの本当に3年間ぐらいで少しずつこう変わってこれたなっていうふうに思っていて、僕はあの、妻があの藍染めをしてくれていて、染め物は全部妻が染めてるんですけど、僕は藍立てといって藍の染料を作るところを専門的にやってるんです。あとは手入れですね。で、あの染料を作るとき、染料を藍立てをするときも、その藍立てに使うのは染料、このスクモと呼ばれる藍の藍草、藍の植物を、葉っぱを発酵させたもの に木の灰、木灰に水を入れて、あの上澄み液ができるんですけど、それがこのぬめ、これ触るとぬめぬめするんですけど、ぬめりのある、あの木のミネラルがたくさん入った液ができるんですね。で、この2つを混ぜ合わせるって、まあ、シンプルなことなんですけど、このすくもにアクを足して、そこ、まあ、貝のような棒でこうついて、そして私がその大きな亀の中に入って、もう腰を入れて踏んでいく。入るんですか？あ、はい、入ります。そのすごく大きい。どれぐらいの大きさなんですか？このテーブルぐらいの大きさで、こう高さこのぐらいで200リットルとか300リットルのペールなんですけど、その中に私が入って、
本当にこう腰を入れながらずっと何時間も踏むんですよ。その時間も全然決まってなくて、なんかそのでも足りないなっていうのはなんとかわかるんですよ、自分の感覚とかで。で本当に中入ってこう踏んでると結構トランス状態みたいになる時が多くて、いろんなこうメッセージというかあれがすごいこう入りながらでも集中してずっとやる。でもなんか終わったなと思った時は本当にもう なんていうかジャムというかペースト状みたいな感じになってるんですけど、もう本当にこうなんか終わったなっていうのが分かるんですよね。ただやっぱりその前日とかそれこそ先ほどおっしゃられたように子供を産むみたいな、本当に それと本当に同じことだなと思ってるし、そこに今光を下ろすというか、そういう感覚があるので、やっぱりすごくこう、まあ、ある意味緊張もしますけど、もう始めたら本当にそこにこう自分の心を尽くしていく、でこの自分の命がこう移るようなそんな感覚で行うんですね。でそこでまず発光してくるかも決まってくるんですけど、それ以上にどれだけ生きながら会えるかみたいなところも決まってくる部分があるんですよ。はいはいはい、寿命も決まる。寿命もそうなんですよ。で、一般的にこの藍染めって1ヶ月とか3ヶ月ぐらいで寿命がなくなっちゃって言われるんですけど、本立昭和藍染めの場合は3年とか4年、手入れの仕方だったりとか、やっぱりその間での仕方で生きながら会えることができるんですよね。そうすると若い時のこの立てたばっかりの亀が出す青色と、また老年の亀が出す色のこの澄んだ美しさみたいなものって全然違って、はい、だから濃い色だからいいとかっていうのではなくて、むしろ薄い色で綺麗な色を染めることもすごく難しいんですけど、はい、やっぱり生き物なんですよね。だからそういう若い人の良さもあれば年を取った人の良さもあるみたいなところが、はい、もうそれは最初に間手をするときにどれだけやっぱりこう心を込めたかっていうところで変わってくるところなので、毎回気は抜けないですし、本当に初心に帰ってやるっていうことをすごく大事にしてるので、僕ら中心に神棚の工房に神棚を置いてあるんですけど、そこでしっかりとこう自分の軸を整えてから僕らもね染めをしたりとか間手をするってことを、まあ本当に日常のまあ大切なこう作法としてやってますね。 ありがとうございます。今日はあれですよね、それこそミキさんが実演をしていただけるっていうことで、はい、ぜひぜひ。もう手がやっぱりすごく、はい、もう藍の色ですよね。はい、そうです、はい。そうですね。いつも朝、藍の起源を見るために、はい、まあ、染めを始める前に、まず色がどのくらい、どんな色が出るのかなっていうのをまず確認します。はい、その時にティッシュを中に入れて、ちょっと色を見せてもらうんですけど、ゆっくり。はい。これが藍がめで、中真っ黒で見えないんですけど、はい、ここに微生物が生きていて、嫌気性菌って、中空気を嫌う菌なので、空気が入らないように、ゆっくりと、こう、布を沈めます。そして、今、布に色が付着したので、それを水の中でアクの汚れをちょっと取ってあげます。はいはい。ちなみにご機嫌はどのタイミングで分かるんですか？ご機嫌は今分かります。今分かります。はい。これ今日すごく出てると思いますね。ご機嫌いいと。はい。そう。で、これで染めるものに対して、まあ、この色でいいのかっていう、はいはいはい、薄い色で染め重ねていきたいときは、他の亀で染めるということをするので。なるほど、よかった、機嫌よくてよかったですよ。ね、わざわざ持ってきていただいて、はい、ここに持ってきたら機嫌悪くなりますどうしようかなってなりますよね。ありがとうございます、はい、いつもそうやって確かめられてから実際に布を入れていかれる。そうですね、大体、4回目、5回目ぐらいまでは、はい、もっとこれより薄い色の亀で染め重ねていって、で5回目以降にこのぐらい濃い色で、うん、本染めっていって、持っていきたい色まで染め重ねていきます。じゃあ、うん、今回の先ほどのはかなり濃い、はい、そうですね、結構濃い方なので、はい、大体5回目、6回目ぐらいで使う色になります。大体一つのその作品にというか、うん、まあ、私も今回ちょっとこれ染めていただいてますけど、何回ぐらい染める？そうですね、大体満腹さんのだともう10回ぐらい染め重ねていると思います。ありがとうございます染める工程もね、うん、そうですね、染める工程もこの真っ黒のこの藍がめの中に、服を入れて、うん、服のありとあらゆるところを手で揉んでいくんですよ。でも空気を全部抜き切らないといけないので、うん、空気が入っているところは藍が付着しないので染まらなくなっちゃうので、ムラにならないようにこの服を入れて、うん、裏の、ね、縫い代とかも全てずっと見えないところで手の感覚だけで揉み込んで、
で、それでまあ十何分とかかかって、そこからちょっと浸しておいて、天地返しといってこう中で布を返したりしながら全体にまんべんなくその藍がつくようにして取り出してしっかりと洗う。で、洗いも本当に丹念にしないとこの灰の汚れが中に入ってしまうので、しっかりと洗ってしっかりと発色させるということをしてから脱水をして必ず天日干しします。なので天気の日しか藍染めは僕らはやらないので、もう天気の日は藍染めをするで、しっかりと全体に日が当たるようにして、そうするとその日が当たるとその布の中に入ったまだこの汚れ、水洗いで取れてない汚れが表面化して浮き上がってくるんですね。で、それをもう一回染める前に一回洗ってから染めることで、藍染めはその藍の色素が上にどんどん付着してこう乗っていくような形なので、汚れがある状態で乗っちゃうとそれが取れてっちゃうんですよね。だからしっかりと洗って天日干しを当てて、でまた重ねていくことで色落ちしにくい藍染めになっていくっていうのがあるので、僕らは必ず1回したらまあ数時間天日干しするっていうのは必ずやっているので、それを最低でも薄い色でも6回以上は必ず行うようにして、もう紺色とかになるともう12回とかもっとっていう風になっていくので、かなり手間はかかるんですけど、ものとしてやっぱりいいものを作ろうと思うと、そういう工程を一つ一つ丁寧にやっていくってことがすごい大事なのかなと思ってますね。ありがとうございます、はい、あのめちゃくちゃこもってる感じがやっぱりするんで、やっぱりあ お話を伺うと余計に、はい、ありがたいなとしかありがたいなとしかなかったですね本当に。まあ、でもすごくやっぱ改めてたのが、その藍染めってそれこそね、あのそれこそ一昔前ならばジャパンブルーって言われてたりとか、うん、昔の日本人の人が着てる服って全部そういう工程を経て着てたんだっていうのは、なんか改めてなんか世の中にもう一度そういう時代着てほしいなっていうのは本当に、いやそうですねそれこそ服ってずっと一日中着てるわけじゃないですか、はい、だから自分の体にとってお家だと思うんですよ、はい、でその服をどういうものを着るかっていうのはね、すごく大事ですよね、うん、やっぱりその神社に行った時に神社という空間の中で自分がその引き上げられるような感覚があったりするのは、はい、やっぱその場の力と自分が相互関係があって気の交流があるわけだから、はい、その服もあのやっぱり周波数が高くていいものを着ればそれこそ人の価値も上がるだろうし、うん、価値の低いもの、波動の低いものを着ると自分の価値も下がるっていうのは当たり前のことなのかなと思うので、やっぱりそういう別に藍染めじゃなくてもあの作り手の思いがこもった服を日常生活の中で選んで着ていただくとやっぱり、まあ、人生楽しくなると思いますしそうですね、うん、まあ、普段から整体師としての立場として、あの結構衣類に対してはあのアドバイスさせていただく機会って多くてですね、本当に、まあ、下着とかあと、まあ、寝る時の寝巻きですよね、その時の素材とか、まあ、服の種類によって全然体の状態変わってしまうっていうのは普段からすごく感じていて、それこそやっぱりなんか日中に着てる服っていうのはもうちょっと各人バラバラすぎてちょっとデータが取れないというか、うん、ちょっと見にくい場所ではあるんですけれども、でも、まあ、先ほどから申し上げているようにあのずっと着ていて非常に着心地がいいっていうのと、あと今回結構私があのここちょっとあのぜひお願いしたいんですって言ってたのが、私結構普段サムエ着てるんですよ、うん、でも実はサムエってあんまり気に入ってなくてですね意外に思われるんですけど、何が気に入ってないかっていうと、あの実は構造的なところが気に入ってなくてですね、あのサムエってね、あのちゃんと履くと紐が溝落ちぐらいにくるんです、うん、めっちゃ気持ち悪いんですよちょっと、うん、でそれをあのおへその下とかに持ってくると、今度はあの股下が下すぎてちょっと足上げると引っかかったりして、で履きづらいんですよね。であのそういうね、やっぱり改めて着せていただいて思うのは、やっぱり、まあ、当然といえば当然なんですけど、非常にその人の体の構造というか、あのどうしたら人にとって快適なのかっていうのはもうすごく野原さん考えていただいてるなと思うんですけど、そこに対して今回ちょっと作っていただいてる服についてもお話伺いたいなって思います。ありがとうございます、はい、そうですね、服の構造ってすごく難しくて、例えばその洋服作りだとやっぱり先ほどおっしゃった
申し上げたようにやっぱりそのトルソーっていうのがあって、で体に合わせて服を作っていくのでサイズっていうものがはっきりあるじゃないですか、 SML とかもっと細かいですよね。でも人それぞれやっぱりウエストと、うん、まあ、手が長くてウエストが細いとか、なんかそのバリエーションって無限にあるのですごく洋服選びって難しいところもあるのかなと思うんですけど、あの片やその日本の着物っていうものを考えた時に着物って全部同じ形にはしてありますけど、やっぱり着付けをすることで体に合わせていくみたいな、洋服っていうのはその出来上がった服に対して自分の体を合わせていく、筋トレをしたりダイエットしたりすることでその体に合うように自分の体をこうコントロールしていくみたいな、だから自然をコントロールするようなこういう考え方みたいなのがあって、むしろ着物は自分という体の自然を大切にしてそこに合わせて着付けをしていくっていう考え方があって、僕は別にでもあのそれだから着物は素晴らしいなと思うんですけど、ただ今の世の中ってもう西洋的なものがたくさんあるわけじゃないですか。そうですね。その中で、はい、じゃあ下駄履いて着物でってできる人ってなかなかいないと思うんですよ、はい、ただそういうふうな機会を作っていくこととか日常でたのあのその着物を着ることは大事だと思うんですけど、僕はもともと洋服を勉強していたので洋服的なものに日本のエッセンスっていうのを入れたデザインをやっぱり展開していけたら、すごくこう少しずつその日本らしさを取り戻しながらその無理をせずにあのそういう風になっていけば一番いいのかなと思って、僕は服は例えば着物だと直線立ちといって、はい、あの布を全く無駄にしないんですね。もう最初から反物ができた時からあのどのくらいの長さで切るということが決まって、もう本当に無駄がない作りをしているんですよ。それで海外ではゼロウェイストとかって言ったりするんですけど、はい、あの洋服でやろうとすると結構結構なんかこう野暮ったいものが生まれたりするんですけど、うん、もうそれをちょっとこう僕はあのなんとかならないかなと思って、今万福さんに来ていただいているのはシャツなんです。これ関東衣なんですけど全部直線立ちで一切その無駄が出ないようにあの作ったものですね。折りたたんだりとかして、これは1年 IYU として始めた1年目から作ってるもの で、はい、で今はあの結構シャツとかもシャツ類もあるんですけど、それはあの多少曲線も入れてあの今の普通の皆さん着られているシャツのような着心地もありながら、ただあの身幅だったりとか作り方に直線立ちというものを入れることで着物にあるようなこの通風性、風がこう通るようなゆったり感だったりとか、着るときにそのちょっとそうですね、やっぱりそういった開放感も大事ですし、カフスとか襟を締めるみたいな、まあ、緊張感も時には大事だと思うんですよね、はい、だからそういうその洋服的な部分と日本の着物のような部分を統合させていって、こう結ばれた衣を作りたいなということで、まあ、洋服は結と結びの衣結というふうに呼ばせていただいてるんですけど、そういうデザインで今後もあの服作りをしていけたらなというふうに思ってますね。やっぱりあれなんですかね、その、まあ、昨日ちょっとお伺いした話によると、やっぱりもともとそのファッションデザインっていうのがやはり西洋的なこう哲学というか、はい、まあ、こういう理想の体に、うんうん、あの近づけていく、うんうん、そういうふうにステータスを持っていくっていうような、うんうん、まあ、考え方がもともとファッションデザインの方にあるっていうふうに伺ってましたけども、はい、そうだと思いますね。やっぱりその服作りの前にやっぱりそのデザイナーの思考があって、はい、やっぱりその西洋の中で、まあ、それはもっともう元をたどっていけばあの、まあ、宗教的な価値観とかになるかもしれないですし、うんうん、でもそこから理想とされる身体っていうのに向けて自分を変化していく、そこは人間の理性を持って自分というものを律して、そういうふうにこうあの何ですかね、ダイエットとか、まあ、筋トレとかもそうですよね。いわゆる海外の経営者とか筋トレめっちゃしててっていう人がすごい社会的な地位も高くてというふうに言われると思うんですけど、やっぱりそういう人は素晴らしいねっていう考え方がある。だから日本っていうのは昔からね筋トレとかもしてなくてボディメイキングっていうより、まあ、もっと精神的な部分に内なる部分に目を向けていた部分があるなと思っていて、僕はでもそれもどちらもすごく大切だなと。今の時代はむしろ着物だけとか、はい、あの洋服だけとかじゃなくて、自分というものを本当に最大限発揮するためにちょうどいいバランスを見つけていく個々人がっていうことがすごく大事な時代になっているのかなと思うので、どちらにも目を向ける。今はすごく西洋的な部分、はい、物質的な部分に目が向いてるので、もっと心の部分とか精神的な部分に目が向く、まあ、機会になるような服だとすごくいいなと思ってますね。ありがとうございます、はい、ちなみにあの藍染めでない服も結構今回、はいはい、お持ちいただいていると思うので、 そうですね、そちらもちょっとお話しいただければ、ちょっと素材的なお話とか、まあ、それが、まあ、藍じゃないけれどもこういうところが非常に人の体にとっては大切みたいな部分があれば、うん、ぜひ
はい、そうですね。やっぱり藍染めのものだとすごく時間もかかるので、その年間で染めれる服って今の僕らのキャパシティだと本当に服だと50枚染めれるかなみたいな感じだね。少ないですね、50枚で。50枚ちょっとストールも何枚100枚いかないかなみたいなぐらいな感じで、はい、でもそこは増やしていきたいと思ってるんですけど、そこは無理にこう増やすものでもないと思うんですね、はい、もちろん。なのでその中ででもやっぱり服の形の部分もすごい僕はいろいろ考えているので、はい、染めていないものでも着ていただきたいっていうところがあって、うん、でも素材はもちろん天然繊維ではあるんですけど、その中でも日本で伝統的に作られている素材だったりにすごくまあちょっと僕は興味を持っていて、やっぱりその生地を作られてていた方にフォーカスが当たることってすごく少ないと思いますし、でも縫製も僕は地元の岐阜で作ってもらってるんですけど、やっぱり何回もそこに行って縫製されてる方たちと顔を合わせてコミュニケーションを取る中で作っていただくっていう中で、そのやっぱりいいものづくりが、まあね、年を重ねるごとにできていくんだろうなと思ってるので、やっぱり生地選びだったりとか縫製というところもどういう人たちと作るのかってすごく大事だと思うんですよね。なんかそこも大切にしていますし、素材で言えば中心は麻ですね、はい、で麻の中でも麻って3種類あって、麻と呼ばれるリネンですね、とチョマと呼ばれるラミ、そして大麻と呼ばれるヘンプというものがあって、今麻っていうふうに書くともリネンが、まあはい、イコール麻ってなってるんですけど、もともと日本人はそれこそヘンプがもう畑がもう、ね、日本中にあったようなもので、やっぱり戦前はそうだったんですけど、戦後やっぱり状況が変わって、もう今ではその栃木県の方に残る数軒の農家さんたちとか、まあ、全国でも少しあるみたいですけど、はい、そういう方たちが免許制の中でも続けられているという状況で、そういうなんかこう歴史とかも服を通してこう知っていただきたいなという思いがあるので、原料のヘンプ自体は海外のものなんですけど、それを仕入れて日本で仕立てられている、生地を作られている、それこそ遠州の方だったりとか滋賀の近江の方で作られている方だったりの生地を扱わせていただいてますね。で、もともとやっぱり麻ってすごくこう癒しの効果がすごく高くて、うん、日本人はだからヘンプで作ったし藍染めの衣を着ていたっていうところがあるので、僕もそれをすごく再現したくて、再現して着てみた時に、まあ、どういう体感を得られるのかなっていうのをすごく僕自身の中ですごく興味が湧いていて、はい、そうですね、ヘンプはヨーロッパの方でもやっぱり昔ベッドシーツで病院で使われていて、でも今はそれがそのナイロンとか化学繊維に変わっていると。そうするとやっぱり、まあ、科学的な視点で言ってもやっぱりその導電性ですよね、電気が通らない、帯電する静電気がたまるとやっぱり血行も悪くなるし、そうですね、うん、まあ、それってすごく科学的に見ても分かることだと思うんですよ。でもそれ以上にやっぱり植物が持つ力だったりとか、それこそ鉄麦手織りのものとかって本当にその織り手がその植物の固有の、その、まあ、僕は植物に固有の精霊がいると思っていて、はい、それをこう紡いでそこに魂が宿ってると思うんですよね、はい、だから作り手が本当に、まあ、愛の場合も愛に宿る精霊が本当にそれが形を変えて染料になり、染料が愛の染め液になり、最終的にその服になるまでやっぱり精霊がいてくれるような、そんなこう服作りっていうのをすごく大事にしていて、うん、僕も布をやっぱり選ぶときは藍染めでなかろうがやっぱり体感的に、あ、これいい布だなと、なんか感じるなっていうものをやっぱり選ぶようにしてますね、はい、いやでも本当に、まあ、普段からその神社参拝の時は、まあ、ふんどしがいいですよとか、うん、はい、まあ、そういったことをお伝えさせていただいてるんですけど、まあ、よりよりなんかそこにこう真実味が加わるというか、はい、雨宮さんのお話を、はい、伺っていると、あ、そんな風になんか生地にも思いが入るし、染料でも思いが入るし、それぞれで精霊が宿ってるしみたいなのをですね、まあ、ファッションデザインの先端でキレキレでやってた方からの口から聞けることってまあほぼほぼないので、まあ、ぜひそういう話してくださいというふうに昨日話してたんですけど、だからもう本当にあゆさんの服っていうのが、まあ、それこそね、まあ、50着しか作れないとかでも、私も先ほど今初めて聞いてありがたいと思わないかなという感じなんですけど、でも、まあ、本当になんかそういう活動から、まあ、それこそまあ結び台も見ていただいて、あ、自分もそういうことやろうとか、なんかそういうことが本当に世の中に広まっていって、ただそのかっこいいから服を着る、別にそれも別に私は全然いいと思うんですけど、でもそういうところからもっとその
まあ、着てる人が幸せになっていく、まあ、作り手の立場からすれば、まあ、そういったものを作っていく、そして、まあ、本当に着ていく立場で言えば、本当着るだけでかっこいいだけじゃなくて幸せになるし、体も整っていくし、そして何より本当にお金が流れるべきところに流れる、うん、本当にちょっと努力してちゃんと物事と向き合って、世の中が良くなるためにそういったところにお金が行くっていうような、本当そういう世の中になっていかなあかんなっていうふうにはお話伺って、まあよりより私自身ちょっと学ばせていただきましたんで、はい、まあ本当にまあこう見ていただいている方にはですね、まあ初めてまあ耳にするような話も多かったと思うんですけども、まあ、今後もですね、またぜひ、機会があれば、こちらでお話しさせていただける、はい、していただければ、本当に嬉しいですので、はい、今回は、野原夫妻に来ていただきましたけども、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。そうですね、まあ、いろいろあるんですけど、でも、例えば、藍染めは、もともと昔から、いろんな効能があるっていうことが言われていて、例えば紫外線予防効果もすごく高いんですね。それはまあ僕らも本当に日に何回も当てることで、やっぱりその日に対しても日焼けに対しても強くなるし、実際に中に入ってみるとすごく涼しいんですよ。だから海外にも藍染めはあるんですけど、砂漠の民が頭にその藍染めを巻いて歩いてたりっていうのがもう何千年前から続いていて、それもこの青色というものが持つ力なのかなと思っていて、それ以外にも抗菌作用がすごく高いので、昔から藍染めの、服はですね、剣道着とか柔道着とかでも着られて、結局汗をかいても汗もなりにくい、それは抗菌作用も高いですし、臭くなりにくいということで使われたりとか、他にも遠赤外線効果ですごく血行が良くなって体が暖かくなるっていうことも言われてますし、虫除けにもなるとか、さまざまなそういう効能があるっていう言われがすごく昔からあるんですね。なのでやっぱり、でもともと服というのはその、ま、薬を服用するとかって言われますけど、もともとやっぱり民族の祈りを形にして、そして服を例えばその土地の泥で染めたりとか、でその土地の木で草木染めをするとかっていうことで、やっぱりその土地が持つその癒しの力をまとうことで病気を治していくみたいなことにも用いられてたんですよね。だからそれがもともとやっぱりもっと昔の時代は当たり前に行われていたっていう思うので、それが今はすごく失われて、その形の面白さとか、そういうその脳ですよね。脳を喜ばすような服ばかりだなと思うんですよ。だけど、もっと本当に本質的なところに立ち返ると、体、そして心、そして魂を癒すような服っていうものが必要なんだろうなっていうのは、まあ、調べていても思いましたし、やっぱり昭和藍染めのとの出会いで、それがその確信に変わったといいますか、触れてみて自分の体感的に感じたっていうのが一番の、そうですね、一番のきっかけになりますね。はい、そうですね。でも自分たちのやっぱり在り方かなと思いますね。やっぱそれはその微生物たちの前で吐く言葉とか、自分たちのその状態でやっぱりその、まあ、液に触れてなくても、まあ、そこにいるだけで感じるっていうのは、別に人間でもそうじゃないですか。話してなくても別に感じることってあって、だからなんかまあ今まではその別物として見てる部分が最初はあったんですけど、なんか無意識的にその分かろうとしてる自分もいたんですけど、今はもう本当にこう一体となってるような感覚なので、まあ、日々をどれだけ楽しくこう過ごすかとか、いい言葉を使って過ごすかみたいな、むしろその藍染めと対峙してない時の自分の在り方とかの方が大事かなっていうふうにはすごく感じてますね。なので、うん、そういう人の周りだから、それはなんか僕は微生物から教えてもらっていることは、その自分たちが発光する、それは光を放つという意味での発光していく、楽しくいる、軽くいるっていうことが、やっぱり微生物たちにとっても嬉しい状況なんじゃないかなっていうのは、なんかそれはすごく教えてもらっていることのように感じますね。ありがとうございます。言いにくいかもしれないんですけど、夫婦喧嘩しちゃって全然染まらなくなったとかあります？あるね。ある。ちょっと実は昨日から聞きたいなと思ってたんですけど、どうせだったら皆さん。でも、そうですね。でも今は、すごい喧嘩することも少なくなって、なんかいろんなことが整っていく。だから最初ってやっぱりその違いがすごく顕著に現れるじゃないですか。だからすごくぶつかるし、僕もすごい、
ほうって思ったらね、こう、あの九州っていう。ああ、そうですね。九州みたいな、やっぱりこうって極めたいみたいな。で突っ走っちゃうところを、あの妻はうまくバランスを取ってくれるんですけど、現実世界にこう、うまい感じで戻してくれるんですけど。そういう話を先ほどちょっと。でもそれが、もうそこに慣れてなかったので、今までしたいことをして、こうなんか生きてきたんで、そこが最初それでね、すごいぶつかって、あの迷惑をかけましたけど。まあ、じゃあ、なるほど。ちょうどコアカスガイ的な感じで。あ、そうですね。そうです。本当にそれで、うん、そうだからそういうことも大事ですね。そう。でもそういう時はもう手を入れないようにあのできるだけしてました。うん、やっぱり、うん、その前で喧嘩しないようにしたりとか、やっぱもう絶対手をそこの時にもう染めないようにしたりとかっていうのはすごい気をつけてましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にやりたいこと、あ、そのあれですね、藍染めをしたいと思っていたけどみたいな、ここの時は僕はなんだろうな、それこそ自分の荒見玉じゃないですけど、その勇気というか、そこをこう震わせるというのがすごい大事なのかなと思っていて、やっぱり頭で考えてこっちだったら安全だよねみたいな、まあ僕の場合だったらファッションエリートコースみたいな行けるよねみたいな、でそんなありがたい話ないなと思いつつも、自分の心の奥底で絶対こっちだろっていうのは魂がこう伝えてくれるんですよ。その時にでも一歩踏み出す時に僕はやっぱり神社参拝があったんですよね。だからその時僕はあの戸隠神社に行ったんですよね。戸隠ね、戸隠、はい、のもう雪の時もうすんごい雪の中一人でこうやって見てて、でお参りして、でもまあ一般的な不審者っすよ。大丈夫かな。でも前からハイヒール履いた女の人歩いてきた。ハイヒールまあすごいなと思って。すごいですね、その人も。その人もすごいです。戸隠しハイヒールはハイヒール。知ってます？戸隠しってどんなとこかみたいな。雪すごかったんですけど、でも、そう、でもそこ、その時もでもちょうどあの、ユニアさんがその戸隠しに参拝されてた時だったんですよね。はい、あの時ですか。そう、と思って行って、もうなんか自分の中で参拝し終わった時には、はい、変わったみたいな。あ、もういけるなっていう感じでなんかすごい感じてっていうのがあるので、そうですね、やっぱ神社参拝をする中でやっぱりこう変わっていたっていうのをサポートしていただいたっていうのは確実にありますね、はい、うん、ちょっとそのハイヒールのようなのも気になりますね。今いません。一体何を祈りに行ったのかな。いや、それこそ参拝のしおりにもハイヒールはやめてくださいみたいな。でもやっぱそういうふうに、うん、まあ、タイミングでその神社参拝に行かれて、うん、ね、結構、うん、人生が変わっていったみたいな。そうですね、もう神社参拝、そうですね、まあ、やっぱり何かこう自分の中で分かってても一歩出せないときに神社参拝に行くっていうこともしますし、日頃の感謝を伝えるってこともそうですし、うん、なんかそれはやっぱり一番効果的だなとは自分の中で思ってますね。じゃあ今回はありがとうございました。ありがとうございました。はい、動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。最後に今回の動画で藍染めに興味を持たれた方へのお知らせでございます。今お気づきかもしれませんが、私がこちら今首に巻いているのも藍和優さんで藍染めをしていただいた藍のストールなんですね。これ実はずっとカバンに忍ばせておりまして、ものすごく便利です。夏なんかはエアコンで冷えた時に首にサッとかけれますし、まあ、冬場でもこうアクセントとしてつけたり、あとですね、ものすごくこの藍のこの素材の質感というのがいいので、あの例えばちょっと空気が良くないなという場所、あんまり気が良くないなという場所に行った時にこのストールをかけるだけで、なんかその邪気から身を守ってくれるような、そんな働きもあります。あとはマスク代わりにね、こう口のところを覆って使うこともありますし、非常に一つ持っておくと便利なアイテムかなと思います。まあ、単なる衣類というものを超えたね、何か大切なエネルギーがこもっているものとして大切に使っていただくには非常におすすめです。この藍和優さんの方ではストールの販売、あと衣服の販売も行っておられますので、オンラインショップご興味を持たれたらぜひご覧になってください。あとは藍染めの体験なども行っておられますので、詳しくはインスタグラムのDM の方で問い合わせをしていただけたらと思います。そして商品につきましては、私たちが運営しているオンラインショップユニワマートというお店でいろいろ取り扱いもございます。中でもですね、おすすめがふんどしです。
男性用、女性用あるんですけども、実はこの私たちが一番肌に触れる下着、肌着っていうのはものすごくね、人の体と心に影響を与えるんですね。まあ化学繊維でどうしてもその人間にとって大事な部分をこう塞いで覆い続けていると、まああんまり清潔でもないし、かつ心に安らぎがなくなっていくといいますか。なので、やっぱりね、日本人であれば、ふんどし、これぜひおすすめでございます。今の時代にふんどしってびっくりされるかもしれませんけれども、実際に使い始めると、もう普通のね、下着が使えなくなるぐらい、ものすごく快適です。洗い替えもしやすいですし、使いやすい。なので、もうね、これは騙されたと思って、ぜひ一度試していただけたらなと思います。詳しくは詳細欄の方にリンクを貼っておりますので、ユニワマートの方をご覧ください。ということで、今回の動画面白かったよという方は、ぜひ高評価ボタンもお願いいたします。そして、いろいろ今の日本のね、この衣服についての現状とか、考えるきっかけにもなったのかなと思いますが、いろいろ感じられたことなどございましたら、ぜひコメント欄の方へご感想などもいただけたら今後の更新の励みになります。ぜひ今後ともよろしくお願いします。ということで最後までご覧いただきましてありがとうございました。日本をかっこよく、結び大学でした。